ああ、こんにちは、吉谷さん。手取り17万の主婦。まあいいじゃないですか。すごい羨ましいですよね。まずまあ主婦という立場でいらっしゃる主婦でしょ。主婦ってことは17万がなくても暮らしていけるわけですよね。まあそれ長い間は無理にしてもやっていけるんじゃないかなと思うんですよ。生活の基盤はまずあって、つつましくいく分には、まあ扶養に入ってるということなのかなと思いますね。そこの中でプラスの17万。いいんじゃないですかね、まあもちろんね、そこから抜け出したいという気持ちがあるのはそれはそれでね、いいことだと思いますけども、なんでこんなこと言うかっていうと、月17万の手取りってむちゃくちゃね、いいんですよ。当時の私がざっくり見積もってマイナス手取り100万なんで、その私よりもいつもね、毎月毎月117万上を行ってるわけですよね。だから17万とか上等じゃないですか。プラマイゼロで本当に儲けもんですよ、多くの方は。借金がある状態ってどういうことかっていうと、金利が乗ってくるんで、いわゆるね、まずは時給で稼ぐとか月給で稼ぐっていうので返済はもう追いつかなくなるんですよ。追いつかないですよ。だからそういうところに目を向けないですね。例えば就職情報誌とかで月給35万からって書いてあっても、それでもダメなんですよ、全く。で、そういう形なんで、もう残された選択肢としては、まあ経営者をやっていくかね、自分のビジネスを持つとかっていうことになってくるんで、他を見なくて済んだかなと思いますし、そうなってくると、いる場所っていうのは決まってきますよね。自分の走る場所っていうのが。少なくとも従業員として走ってもしょうがないと。もし従業員として走るんだったら、歩合制のところしかないなと。フルコミッションの飛び込み営業とか、店内だったらホストクラブとかね、まあそういう形ですよ。で、私はホストクラブに行くには年齢がもう来てたんで、網戸に行ったわけじゃないですか。まあそうするとね、やっぱり、不思議なことに月給って100万からどこまで伸びるかなって感じなんですよ。逆に20万30万って世界がなかったですね。それはね、ネットビジネスやっても終わりで、ネットビジネス私一番最初に始めた時がもうすでに1ヶ月で80万プラスだったんですよね。そっから私の記憶にある以上ですね、月給が100万円を下回ったこと一回もないなと思うんですよ、今まで。でもやっぱり自分の感覚としてはまだ笑える身分ではなくて、いつもねガードマンをやっていた時の30代、本当に駆け出しの頃ですね、30代の2か3ぐらいだったと思いますけども、ガードマンのニット6300円が基本になるんですよね。で、今でもね、やっぱり1万円以上の商品買うとき結構悩みますね。今もね、ヤフーで商品買ったっていうかね、買い物カゴにカートに入れたんですけども、決済ボタン押せてないんですよ。やっぱり1万円超えるとね、今でも購入を躊躇するところがあります。で、前回ね、今度お見せしますけども、明日届くんですけど、Vlog 用のカメラを買ったんですよ、ついに。音声が綺麗に入るという触れ込みで、ソニーの新しいね、Vlog なんとかっていうのが、なんとか1っていうのが出るんで、相当 YouTube 見て自分を買う気にさせて、それこそね、もうこれは買うしかないってコメントを書きながらですね、やっとボタンを押したんですけども、まあ悩みましたね。未だにそうやってお金使うことに結構抵抗があるのが私です。もう金銭感覚は変わってないですね。ただもう借金をするのはね、借金で遊ぶのはやめたって感じですか。キャバクラに行かなくなってから、途端にキャッシュフロー良くなりました。タバコも吸わないしお酒も吸わないんで、そういうスペースも空くし、ポケットにライターが入ってることもないんでね。で、ライターがないことを気にしなくてもいいという。で、どこに行っても匂いはしないという。で、不思議と私の生活環境にもタバコのタの字も出てこなくなるんですよね。全部クリーンみたいな感じです。もうね、この前車で移動した時に、一昨日ですけども、向こうの方にね、サービスエリアの向こうの方にタバコ吸ってるコーナーがあるんで、すごい離れてますよね、タバコ吸うコーナー。そこで吸ってる人がいたら不快でもう帰ったみたいな、ね、そんなレベルになってしまいました。わあ、タバコだ、お前、これ次のサービスエリア行こうみたいなね。そこまで考えなくていいんじゃないかなと今では思ってるんですけどね。まあ一体ね、何が痛いのかというと、誰でも金持ちになれると、そういうことですね。また今回もそういうタイトルにさせてもらいます。いってらっしゃい。